こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはフェアリークリスタル。綺麗なスタートを切りました。ブルーダスター前に行きそうです。フェアリークリスタル、それに続いています。さらにはキャッシュブルーム、4番大気シャトル、その後ろ。前に戻りましょう。先手を取ったのはブルーダスター、並んで9番フェアリークリスタル、好位置をキープしています。大気シャトル、すぐ後ろにキーバーゴルフローズ、その外からアロマリーグ、内からはリッチエベレスト、その外からトールアルデル、その後ろにキャッシュブルーム、その外からウィンドクリーク。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭は大気シャトル、大気シャトル先頭。ここから引き離しにかかります。残り 200m、 大気シャトル先頭だ。後続を大きく引き離しました。後続の足はどうか。2番手はオキパンディスト。大気シャトル独走、大気シャトルぶっちぎりです。大気シャトル1着、2着はオキパンディスト。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。大気シャトル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ果たして何が行くでしょうか。ビーチワンダー前に行きそうです。サンダーポート、それに続いています。さらにはデイイースト、14番イングランドピクシー、その後ろシルバーペイトリアーク。どうやら後方からの競馬。では前の方から。先手を取ったのはエイシンサンサン、その外にトゥルーアンバー、好位置をキープしています。前のトップガン、その外にデイイースト、並んで14番イングランドピクシー。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはエイシンサンサン、ハローピクニック、それに続いています。その外にトゥルーアンバー、前のトップガン好位をキープ、その外にデイイースト、並んで14番イングランドピクシー、内からはラブフェニックス、その隣にビーチワンダー。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。エイシンサンサン先手を取りました。すぐ後ろにトゥルーアンバー、黄色の帽子ハローピクニック、その後ろ好位置をキープしています。前のトップガン、並んで12番デイイースト。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ10番エイシンサンサン、まだ粘っています。トゥルーアンバーほとんど差がありません。ハローピクニック、3番手前のトップガン、これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。エイシンサンサン先頭、前のトップガン先頭、2番手はエイシンサンサン、追いすがります。やはり前のトップガン先頭だ。前のトップガン先頭、あと 200m、 前のトップガン先頭だ。残り 100m、 前のトップガン差を広げる。2番手はラブフェニックス、前のトップガン今ゴールイン。段違いの強さです。前のトップガン1着、2着はラブフェニックス。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。前のトップガン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。We'll be right back.
こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ダホス、好スタート。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくダホス行きました。続いて前へ行くのはミラクルショー、さらには進行キング、14番ライトプロモーション、その後ろ先頭に戻りましょう。ダホス先手を取りました。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはダホス、青の帽子進行キング、その後ろトロットサンダー、後位をキープ。並んで9番ミラクルショー、内からはダシアンクリフ、その隣にクールビューティー、その外にライトプロモーション、ピンクの帽子スピニングワールド、その後ろすぐ隣にハイバウンド、その横にクリスタルドール。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前はダホス、進行キング、ほとんど差がありません。ミラクルショー3番手、トロットサンダー、いい位置。果たして先頭を捉えるか。ダホス先頭、進行キング先頭、2番手はダホス、追いすがります。ダホスいっぱいになった。進行キング先頭、あと 200m、 進行キング先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。トロットサンダー抜けた。ダホス食らいつく。トロットサンダー、トロットサンダー1着、2着にはどうやらダホス。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。トロットサンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはプリマピルデア。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してプリマピルデア花に立ちます。その後ろからはシングルリリー、この馬も上がっていく構えです。さらにはアライドフォーシズ、5番キーオブラック、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。もう一度先頭から。先手を取ったのはプリマピルデア、すぐ後ろにバレスグレイン、並んで5番キーオブラック、アライドフォーシズ、この馬もこのグループ、バブルガムフェロー、好位をキープ。並んで14番アルーリンググルーヴ、デルタキャロット、すぐ後ろ、その隣にマルターズウィッシュ、その横にオフサイドトラップ、すぐ後ろにオペラウィナー、その隣にオリエンタルコロネット、その横にスクリーンハーモニー。 1000m を通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。先頭は依然としてプリマピルデア、バレスグレイン、ほとんど差がありません。キーオブラック、3番手バブルガムフェロー、いい位置。鞍上のゴーサインに応えるか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはアライドフォーシズ、アライドフォーシズ先頭です。引き離しにかかりました。2番手はバブルガムフェロー、残り 200m、 バブルガムフェロー伸びてきた、バブルガムフェロー先頭です。このまま押し切るか。オフサイドトラップ追いすがります。バブルガムフェロー、バブルガムフェロー1着、2着にはどうやらオフサイドトラップ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。バブルガムフェロー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちら川崎競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。メテオウィング、これはいいスタートを切りました。エイティウィンザー、ダッシュがつきません。ダッシュよくメテオウィング行きました。続いて前へ行くのはビーチコール、さらにはスパークダーク、5番ハマルファイター、その後ろエイティウィンザー、後方からの競馬。それでは先頭から先手を取ったのはメテオウィング、並んで11番ビーチコール、インテリパワー、この馬もこのグループ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。先頭に戻りましょう。ビーチコール先手を取りました。その横にインテリパワー、メテオウィング、この馬もこのグループ。エトワールメドウ、そのうちに続いています。内からはゴールドヘッド、ウィングアロー、この位置です。その外にサンダースピリッツ、さらにはバンダムキララ、ダッシュデイム、それに続きます。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はインテリパワー、ビーチコール、ほとんど差がありません。エイティウィンザー3番手、さあウィングアロー前を捕まえられるかどうか。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。インテリパワー先頭、差はほとんどありません。2番手はインテリパワー、ウィングアロー抜けた。インテリパワー追いすがります。ウィングアローもう一伸び、先頭はウィングアロー、1着でゴール。ウィングアロー1着、2着にはどうやらインテリパワー。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはウィングアロアンシン競馬場、発走の時刻が近づいてきました。2歳牝馬の頂点をかけた戦い、阪神ジュベナイルフィリーズ。芝 1600m は桜花賞と同じ舞台、来年のクラシックを占う意味でも重要なレースです。さあ最後は大外枠のダンツシリウス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ先手を奪うのはどの馬か。マイネブルーム前に行きそうです。これに続くのがエアデジャブー、その外にダンツシリウス、マックスキャンドゥ、そのうちに続いています。内からはサラトガガーベラ、その外からアドマイヤヒル、オレンジの帽子、マーブルウィンド、その後ろすぐ隣にメジャーブライト、パレノプシス、この位置です。青の帽子、ジューンシティ、その後ろ内からはシルキーシルビア、並んで4番プリンセスカーラ、月カフェ、この馬もこのグループ。すぐ隣に日高ガイドブック、少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。さあ先頭は依然として13番マイネブルーム、マジックバトル、ほとんど差がありません。マックスキャンドゥ、3番手ハレノプシス、いい位置です。さあここからどうか。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はエアデジャブー、しかし後続の足色もなかなかいい。残り 200m、 エアデジャブー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ファレノプシス抜けた。2番手はエアデジャブー、ファレノプシス1着、ファレノプシス完勝、ファレノプシス1着。2着はエアデジャブー、ファレノプシス完勝です。束を寄せ付けない圧倒的な強さです。